こんにちは。例えば、私の腕や足のパーツだけを残すと、こうなりますよね。ということで今回は、この、関節が一つしかないものに人工知能を搭載して、どう進むのか見てみましょう。ででん、やばい、動き出してしまった。大きさはこれくらいで、ウインナー一つ 10kg にしました。可動範囲は、XYZ それぞれ、-70°から70°までにしました。適当です。ということで強化学習で、緑のブロックに近づくように、学習させていきます。緑のブロックに触ることができたら、またランダムな場所に、ブロックが降ってきます。一定時間が経過したら、リセットします。この関節くんは、一瞬一瞬すべての時間、自分の関節の角度や、筋肉の入れ具合、目標ブロックとの相対座標など、いろいろな指標を観測しています。そして、目標ブロックに体が近づいたり、タッチすることで報酬がもらえます。さらに、一瞬一瞬にとても、小さな罰も与えます。そして、自分の置かれている状況と、その時どういう行動をすれば、将来多くの報酬がもらえるのか、学習していく感じです。筋肉の入れ具合が自由なのと、関節をひねることもできるので、関節が一つでも、方向転換ができますね。そういう感じで、学習を続けました。そして学習完了後、こうなりました。かわいいですね。あまり効率よく動いているようには見えませんが、一生懸命ブロックに近づこうとしているのはわかります。そして見事タッチ、おめでとう、我が腕よ。早送りすると、ブロックに向かっていく様子がわかりますね。学習は成功です。さて、次はウインナーの両端にサイコロステーキをつけました。これで再度学習させた結果を見てみます。どうなるでしょうか。サイコロステーキのおかげで前進しやすくなると思ったのですが、そうでもなかったようです。関節の部分が浮いてしまってうまくジャンプできなくなったのかな。まあいいや。一応、ブロックにタッチすることはできました。ビデオカメラの手ブレを再現することはできるかもしれません。関節を増やしました。これで、動きもダイナミックになり、ブロックにも難なく近づくことができるようになりましたね。なりましたね。可愛さは健在です。そろそろ皆さんも愛着が湧いてきた頃かと思います。またよくわからないものを作ってしまった。